んなたくさんの数いただいたんですか。高校の時ですか。高校の時はでもよく覚えてないですけど、でも3桁にはなってると思うんですよ。すごくない？本当ですか。それすごいですね。女の子が出るんですよ。そう、男の子はくれなかったです。共学でした？女子校でした？女子校でした。女子校、あ、そうです。クラブとかどういうとこ入ってたんですか？その時ミュージカル部っていうのがあって、あ、っね、そこに入ったんですよ。もう憧れの先輩だったり、うん、憧れの人だったんですね。たくさんいただきました。100個ってすごいですね。そうですね。だから高校時代もすごく表になって、はい、そして、まあ、男役で6年間もトップを務めていらっしゃったということで、対談されてからもついついやってしまうことがあるということで、こちらにですね、挙げていただきました。はい、はい、こちらですね。まず一つ目見ていきましょう。よいしょ。やたら足が開くとありますが、はいはい、今日綺麗ですよ、すごく、気合い入ってますこれはどういうことですか？足が、お稽古場とか宝塚にいた時、稽古場とか休憩とか、このみんなのお芝居見てる時とかずっとこう やっちゃいますけど、はい、なんか結構いつもこういうのが普通だったんです、うん、だから、うん、これが癖になっていて。でもこれは意識してやられてたんですよね。いや違うんです。え、男役を演じるために意識してやられてた？いや違くて違くて、なぜかこうなってたんです。で自然と身についちゃった。もっとジャージとかだったんで普段、はい、ジャージとかだともっと開いちゃって、はい、宝塚の男役さん結構みんなこうやって開いちゃうんですけど、はい、私はその中でも特にこうこんなに180本当に、うん、なんかそれが一種の柔軟ぐらい開いて生活してたんで、それまずいなって、うん、まずいですよね。そうですねかなりですよね、はい、だって力士が四股踏むぐらいですよそうです。へ、はい、それをじゃあもう気をつけないといけないと。そうだ、もう大丈夫です、はい、続いてまいりましょう。続いてはこちらです、はい、男性を目で追ってしまう。これはどういうことですか？いや、なんか男性ウォッチング結構趣味だったんで、うん、最近ちょっと減りましたけど、うん、やっぱりなんとなくこうビジネスマン風のかっこいい人を見たらずっと見てたりとか、でもコンビニの店員さんもこうなぜか見てたりとか、うん、そこでああなるほどこういう感じなんだとか、うん、仕草とかそういうものを、はい、なんか見盗もうとして、盗んだら真似したらうまくできないんで、うん、なんかいっぱい見とけば自然に出てくるかなとか思って、うん、こう見てましたね。でももうそうそう、じーっと見たりしてるとなんか誤解されないですかね。そうそうそう、気があるのかなとか思われたりとか。ねそう男性は本当単純ですからね、はい、うん、見られてるだけ ね、あ、気があるのかなと思っちゃいますから。そういう動物ですよ男性は。動物、はい、気をつけられた方がいいと思いますよ、はい、そんな和王さんですけれども、対談後もいろんな分野で活躍されていて、来月公開の映画では初めての女性役なんですよね。はい、はい、戦う以外我らの生きる道はない。男たちが争い、女はそれに翻弄されるしかなかった戦国乱世。和王陽華さん演じるのは織田信長の姪として生まれ、豊臣秀吉の側室となり、徳川家康と天下をかけて戦い、後に淀殿と呼ばれた茶々。数奇な運命にも屈せず命をかけて子供を育み、さらに2人の妹との絆を胸に秘めながら愛と誇りを貫いた激動の生涯を壮大なスケールで描く時代劇大作です。勝利を信じ生き抜く者だけが我と共に戦え。和王陽華さん主演のチャチャ天外の女は12月22日土曜日より全国東映系にて上映されます。これ共演者に、はい、男性がいるのっていうのは初めてですか？そうですね、コンサートで一緒に男性と踊ることはありますけど、お芝居として、お芝居は初めてですね。いろいろこう苦労した面とかありましたか？渡部篤郎さんですね、はい、はい、渡部さんが本当に初めてご一緒させていただいた男性ですね、はい。でもこう男役からこの娘、はい、女性役ですよね、はい、ご苦労されたこととかは？ご苦労は、うん、さっきも話しましたように足が開いちゃうじゃないですかで
撮影中も開いてしまったんです。撮影中は閉じてました、閉じてたんですけど、着物でやっぱり女性なので、こう内股に歩くじゃないですか、私の体に内股はないんですよ、まだね。だからそこが一番きつかったですね。また着物でね、大変でしたよね。なんかああいう仕掛けとか着たことなくて、男性用の着物なら着たことあるんですけど、12月の22日ですね。はい、はい、公開です。それでは次の写真です。受け継いでます。あ、かわいいですね。すごいいい表情ですね。かわいい。どなたですか？これうちの甥のちいちゃんっていうんですけど、なんかあの私が撮影で疲れた頃とか兄が動画で携帯に送ってくれるんですけど、この子この後ろのこれ私が踊ってるんですけど、どうやら私の宝塚時代の踊りを真似して一緒にこうやって踊ってるらしいんですよ、ずっと。なんて呼ばれてるんですか？ちいちゃんです。ちいちゃん、ちひろくん。いや、な、あ、私、はい、私のこと、たかちゃん。たかちゃん、はい、よく電話でお話します？たまに留守電に、例えば京都で撮影中の時にたかちゃん頑張ってって留守電に入ってんですけど、横ででも兄がたかちゃん頑張ってって、たかちゃん頑張ってって全部吹き込まれて言ってんのがバレバレなのが入ってますね。お兄さんも身長は高いですか？高いですね。185.75cmぐらいですね。ご両親も大きい方だったんですか？大きいですね。一家で並ぶとすごい目立ちますね。ちなみにお父さんお母さん何センチぐらいですか？父は175ぐらいですけど、母が多分64、6、じゃあご両親とかともこうなんか電報でいろいろやり取りをされているっていう話を伺ったんですけど、ずっと離れて暮らしてるからか、誕生日には家族間必ず電報のやり取りなんです。お誕生日おめでとうは絶対電報なんです。メールとかではなくて、ね、電報、はい。今いろんな電報ありますよね、可愛いキャラクターとか、あります。それも悩みながら文考えて、でも電報局の方ってすごい真面目なんですね、だから私の考えたオリジナルの文を言うのがすごい恥ずかしくて、例えばどういう文ですか？いや、ちょっと思いつかないですけど、もし例えば語尾が、あの来てぴょんとかって入れたとするじゃないですか。でこう来てぴょんとかって言ったら、向こうの人はすごい真面目に来てぴょん丸でよろしいです。まだまだ続きます。はい、本日のお客様、和王陽華さんをお迎えしております。それでは最後の写真です。まだ3枚、そして毎年増えています。こちら、あ、スカート。はい。まだ3枚。まだ3枚。これ最初に買ったスカートです。宝塚時代はじゃあスカート履かなかったですか？履かなかったですね。どうですか、履いてみて。スースーします？スースーしますよね。足開けないですね。そこばっかりになりますけど、これからもじゃあ増やして。増やしたいですね。なかなかでも履く機会ないんです。やっぱパンツ履いちゃうんですよね。そっちの方が楽なんでしょうね。そしてこちら、毎年増えてますというのは、これはクリスマスグッズなんですけど、私クリスマス大好きで、昨日家の中全部クリスマス飾り付けちょっとしたんですけど、毎年ちょっとずつ買っては増やしていってますね。ちょっとお写真見たかったですね、そのオーナメントのね。さあ、ちょっと時間がなくなってきてしまったんですが、ファックスいただいてますんで、ちょっとご紹介します。千葉県にお住まいの、カオリンさんです。長年女性たちを虜にしてきたワオさんですが、そんなワオさんが虜になるような男性はどんな方でしょうか、教えてください。タイプですね、男性タイプですか？はい、尊敬できる方がいいですね。でも今寒い時期になったから、あったかい方がいいですね。
自分より背が高い人とかそういうのも関係ないですか？うん、あんまり関係ないですけど、ね、すっごく低すぎたらいつも気使いそうな気がするので、うん、同じぐらいがいいかなと思いますけど、うん、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。本日のお客様、真央陽子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。